なんか2カ所ぐらい赤い未開のルートがあるけど、とりあえず行けないし、まあ今後ファストトラベルが出るであろうことを祈って、とりあえず前に進もう。このワンちゃん何もできないのかな？ワンちゃんじゃねえ、馬か。このまま何もできねえのかな？こいつ連撃ゴブリンか。いや、単発ゴブリンやった。ゴブリンか知らんけど。ゴブリンって言うとちょっとあれか。この芋虫みたいなのはさ、何が原型でその形になったん？危な。いや、この黒の騎士、やっぱ攻撃範囲、えげつないな。なんだこれ、おいおい、そんな、じゃ、俺空中なのに説明話すな。赤い花と白い花について。道中に咲く不思議な力を持つ花はリリーの旅の助けとなります。赤い花、汚れを帯びた赤い花を刈り取ると、スキルの使用回数が回復。白い花、過去の魔力を放つ白い花を刈り取ると、祈りの回数が回復。なるほどね。この状態で買っても意味はないと。ですよね。あぶれ！いや、すまじい。祈りがさ、回数制限あるって、時点でさ、あれなんだよね。なんだっけ、その、あんまり、無駄にダメージを負いたくはないんだよね。青いマップってことは、なんかチップスがあるんでしょう。まあ、チップスかアイテムか何かしらあるんでしょう。それが分かりやすいの助かるな、マジで。おい、弓が来たついに。ドゥッシュ！いた。待って、弓、地味に当たるんだが。おい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 。若干勝てしさ、回復しとくか。よいしょ。あ、いたいたいた。その、後ろ側に攻撃するのずるいって、マジで。攻撃範囲広すぎか？ガノンの上スマじゃん。ほっ！ガードが欲しいんだが。ガード欲しくない？ほっ！避けて。お前、ハンマーでやられとけ！やっちゃいなさい。なんだっけ？ジークリットだっけ？ちょっと、攻撃力低くないか？マジ、使う価値がないんだが。あ、回復の、あれが。それは助かる。位置だけかよ。どうせなら全開してくれよ。え？なんかすごい気持ち悪いことになってるか。あ、こういう時に、こいつで、範囲攻撃と。あ、そういうことか。はいはいはい。範囲攻撃が売りなのか、あれは。なるほどね。でも、黒騎士でよくねっていう、刻意の騎士でよくね感が強いが。なにそれ、触れたら食らう？食らわないわ。え？これ下行けないの？え？行けないのか。上も行けねえな。これ下方向への攻撃がないんだよな。これ貫通で通る。これ何？え？よし、え？崖の村の少年ってどう見ても弱虫なんだが。やっちゃいなさい、じっくりと待って。回復を。その、オレンジのゲージってやっぱシールド値みたいなもんだよね。ちょっと待って。ご了承しすぎた。少年。やばくないこれ。てか、他の容姿も全部元人間ってことか。あ、スキル手に入った。液状の体で山田に飛びかかり、着地時に飛散して周囲を攻撃する。雨による混乱の最中、母親とはぐれてしまった村の少年は助けを求め、城の強行を目指したが至らなかった。で、着地時に攻撃って書いてあったから、ここで使えるんだろうけど、セットできない。戻るか？いや、進むか。レストポイントじゃないと、え？これ大丈夫？あ、水か。待って。あ、上下には行けないんだ。下に行けないな。行けないな。あ、レストポイントだ。何かく、え、休憩させろや。あ、さっきの馬じゃん。ついてきていたのか。あ、これワンチャンファストトラベルない？意識はないが、お前の持つお守りに引き寄せられているようだ。お守りとかあったか。かつては白巫女に仕えていたのかもしれん。力を貸してくれるようだ。白巫女は特別な存在なのだな。何をしてくれるんだ？説明なし？
ファストトラベルが解禁されました。よかった。今更かよ、感があるけど、これ3につけとくか。てかこれさ、レストポイント座ってるとき、この持ってるスキルが並ぶのちょっとエボいな。え、それ取れないの？いや、少年ちょっと強かったかもしれない。あー、すれ違い。範囲攻撃ってのはいいかもしれんな。あ、こういう時に便利なんだな。でもちょっとダメージ弱くね？もうちょっと上げてくれてもよくねえか。なんか食らってる雰囲気あるけどな。え、ダメそうだな。まだ取れねえや。まあ、ファストトラベルも速攻で結構手に入ってしまったし、別にあそこは後から回収でもいいか。この水の中は何もないと。これ上と下どっち行く？とりあえず一回下見とく？この崖とかに別に通り道があるわけでもないと。あれ？普通に進みそうだが。あ！まさかのここで分岐するっていうやつ？そうだな、あつか。赤い丸二つあるしね、そういうことか。どうなんだろう？どっちから行く？城教書2章。国を守る兵士たちは、なんだっけ、獲物か。獲物に立ち向かいましたが、獲物たちは幾度倒れようとも起き上がり死ぬことはありませんでした。獲物から国を守ったのは、金の髪に白衣を身にまとった一人の女性でした。女性が命を捧げると、汚れは浄化され、獲物は動きを止めました。人々はその女性の神々しい姿を見て、白身事によりました。こいつの、お姉ちゃんでしょ？あー、どっちから行く？とりあえず上から行くか。カラス。おいおいおい。カラスちょっと厄介だな。飛び道具かつ攻撃も当てづらいと。ちょ、届かないんですか？ナイス。待って、その赤玉ちょっと軌道が読みづらいんだが。まあでも体力が低いから、そんなに苦労はしないな。よいしょ。ああ、こうやって合わせ技ですると、一気にダメージ加速しますよと。ここは村だったようだ。元村。あぶね。6連撃ゴブリンだった時がな、厄介だから。よいしょ。単発はね、全然、いいよ。またちょっと、エモいビジ、なんか拾ったけど、詳細が分かりませんと。ワンちゃん来た。こういうゲームのワンちゃん大体強いんだが。ワンちゃん目が見えてない。届かないんですが、これ。ほっ、誰か。これ乗れないのか。あべ、待って。あの上のやつどうやって倒すんだ。絶対なんかあるでしょ。その先には？なんだそれ。お守りのかけら、ああ、ありがてえ。最大 HP が増えるのはありがてえな。ほっ！届かねえか。届きそうじゃない？届きそうだな。あれ、ワンチャンいけるっしょ。最大だ！ダメだ。てか、この部屋も、あれじゃん。ルート二つあんじゃん。しゃがみよけ。痛い。やられる前にやれ精神だったけど、ダメだった。待って。待って待って待って。やばいやばい。行っても行っても。よいしょ。安全にこいつで。いや、この崖の村の少年、強いかもしれない。遠距離攻撃できるってやっぱいいよ。こういうゲームで。助かる。唐突に？思った以上にルート分岐があるのが厄介というか面倒だな。届かねえよ。あぶね、痛い。
え、おっと、なんかすごいの来た。よいしょ、ダブルアタックじゃお前。あって、痛い痛い痛い、待って、ダメージやばいって、ダメージやばいって、回復ないわ。よいしょ、回復ない。しかも単なる雑魚敵だってあったか。届け、もう雑魚の一撃でいってまうんだが、やばい、回復欲しい。これ壊せないの？壊せないな。うわ、盾持ちだ、ダリ。回復があるな。いやーって、こいつ芋虫少年も効かねえのか。ちょっと下のルート行っとくか。深い森だ、かなり水に沈んでしまっている。危ない、なんだこのカカシ。待って、毒斬り。え、嘘でしょ。毒斬りでその前方カバーと飛び飛びって、お前ちょっと厄介だな。よいしょ、いや、これ少年手に入れといて助かったな。回復したと思ったよりかね、敵の攻撃力がどいつもこいつも高いっていうのが。空飛ぶカラスが、あ、間違えていく。なんもないか。いて、待って、ちょっと弾幕ゲーになっとる。なんだ、謎の、あ、レベル10になったとかそういうやつかな。魔女たちの森、これどっちから行くのが良かったんやろ。こっちの方がちょっと敵強そうなんよな。いた、いや、ちょっと回避をちゃんと使わんとダメだな。先に下行くか。え、落下しかないよね、このゲーム。ところどころにある水は、一体何の意味が。いや、これ少年、助かる。なんだこれ。よどんだ汚れの残骸かける10。あ、手に入れてた赤い光、これか。スキルの強化に利用可能。救済したいものから引き取った汚れの残骸。嘆き苦しむ汚れはよどみわずかに光を放っているレストポイントでスキル強化を行うことができる。なるほどね。それはありがてえ。で、このマップはもう回収するものはなさそうなんで。いた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 。範囲広くない？え、これ積んだんだが。積んだんだが。嘘だろ？あ、結果オーライか、むしろ。むしろ結果オーライ。あ、なんか、汚れの種類も3つぐらいあるっぽいな。なるほど。え、絶対これ、あ、なるほど。黒騎士まだ許可できないんだ。え？これどっち？いや、こっちだよな。こっちの方が絶対強いもんな。でも何も許可できないと。え？思ったよりか全然許可できないよ。して、下はちょっと敵が強えな。上から行こう。一体。これ結構ギリギリでね、避けないとダメなんだよな。でもラッキー。ちょうどいい。おい、こいつ復活したのかい。いけ！おいおいおい。よいしょ。安全に。安全に行こう。よいしょ！危ない！こいつ、飛びかかりで攻撃避けてきやがるな。あ、これで、ここショートカット的なね、開くようになりましたと。待って。こいつ先やって。え？待って。シスター、ちょっと攻撃力低くね？あまりにも低い。
嘘だろ、すべて雨に溶けてしまった。あれ、俺これさっき取らんかったっけ。2個目、違うよな。で、向こうはまだ行けないから結局こっちに行くしかねえと。マジか。おっと、またでっかいのか。いた。よいしょ、やっておしまい。待って、こいつ。振り向きが早い。あぶねえ。あ、あのオレンジのゲージ、あれだ。昼道だ。ちょい。下行ってみる。お、でっかい宝、壊れたオルゴール。敵から受けるダメージを少し軽減する。ああね、戦いによって怖い音が途切れ、鳴り続けるオルゴール。果ての国に伝わる古い子守歌が流れる。贈り物には短いメッセージを添えられた。愛する我が子へ、夢の中で会いますよ。こう、防御力アップか、でかいな。ただ、このレストポイントじゃないと装備できないっていうのが、ちょっと、厄介というかね、面倒というか。え、これ何もない、もしかして。よいしょ、いた。よいしょ、結構ギリギリで回避せんといかんもんな、やっぱ。まあ、こっちしか行く場所ないよな。あれ？俺が先、そこに小屋がある、休んでいこう。これ、レストポイントこれ。あーね。え？あ、そういうこと？スロット、今2個分しかないから、これ使用スロット2を使うか、1を使うかってこと。これ、これどっちがいいんだろうな。最大 HP と防御力。防御力つけとくか、とりあえず。てかめっちゃ残されてんだけど、どうやっていくん？青銅教徒の式。果ての国では獲物が現れて以降、青銅教をはじめ様々な信仰は急速に伝えることになった。人々は希望を求めて白巫女の元に集め、そこから人々の中で白教が広まった。白教。ちょ、回復させてくれないか。回復じゃねえ、記録だ。奥にも道があるようだ。進んでみるか。あ、ここ？あ、ここか、右か。こっち行ってみるか。え？危ない！危ない！いった。範囲広くない君。やっておしまい。ね、それ逃げるのずるいよ、君。てか、この黒騎士以外の攻撃力がちょっとあまりにも貧弱すぎてさ。丸とか三角のスキルを使う意味がないんだよな。特になんかあるわけじゃなさそうだな。そのうち行けますよパターンか、ここも。おー、そういうの多くねか、これ。なんだかんだ後から戻ることが増えるんだろうな。また下手者がおるやん。危ね。ちょっと待って、先にこいつらを片付けてから。よいしょよいしょ。あ、よし、来た。よいしょよいしょ。108か。え、ジークリット合計で100しか入らんの？ちょっとあまりにも貧弱すぎんか。危ない。回避不可。え、何もないさそうなんだが。痛い。回復しとくか。よいしょ。いや、ギリギリ倒せきれへんのかい。あ、これは汚れたあれでしょ、水だから。よっ、お助けください。白き光の雨を強化素材。この水は入っちゃいけない水でしょ。汚れた水は泳げないとか書いてあったし。え、あ、そういうこと。待って、それずるくない。あぶねえ、食らうかと思った。あ、敵もそこ入ったら死ぬんだ。え？これだけ？いた。あ、で、さっきのショートカットね。はーん。まあ、下から行くか。これ、この空中のね、感性が全然乗らないから、こういうところを渡るのは全然楽ってのが、せめてもの救い。あ、ここか。おっと、なんかボスガラス。西の商人。
お前それでも商人の端くれか。あんまり強くなさそう。こいつ使ったらワンチャン飛べるとかない？あぶ、めっちゃホーミングしてくるんやけど。あれいた。もうこのままご利用するか。いや一回回復しよう。安全に安全に。めっちゃついてくるやんこいつ。故郷の妻と娘にもう一度だけ会いたかった。あー、なるほどね。一人で出稼ぎしてる系商人ね。西の商人の魂を呼び出し追従させる。敵を見つけると遠隔攻撃で支援する。果ての国より西にあるという国から来た商人は外から物を仕入れて果ての国中を歩き渡り歩き商売しており、珍しいものを人に見せ喜ぶ姿を見ることにやりがいを感じていた。あー、なるほどね。飛び場しないと。がっかりだよ。あ、しかももう何もない。これだけ。マジがっかりだよ。いけねえもんな。ほっ、いけねえよな。これ俺のテクニック不足とかそういうことじゃないよね。ちょ、いけないところ多すぎんかこれ。後からもう一回来てくださいねパターンでしょ全部。ちょーっとめんどくさいな。え、50回お前めっちゃ使えるじゃん。間違えていく。どんぐらいの長い間出てきてくれるかだよな。いた。あ、しかも攻撃力そこそこある。あ、いや、50。あ、まあまあ。まあ悪くないか、その攻撃頻度なら。なるほどね。え？商人強くねえか？あの、どこぞのシスターより断然強い剣について。しかもめっちゃ長い間出てくるじゃん、こいつ。便利。あ、え？切り替えたら消えちゃうのかな。となるとスキルセットの場所を見つったな。これ痛い。スキルセットちょっと後で組み合わすか。こいつとあの少年を一緒にした方が絶対に便利でござる。え、てか分岐がすごい多いんだけど。お守りのかけら、ありがたいね。これだよな、これ。あぶね。呼び出しとくか、50回だしな、バンバンつ。あ、待って。違うな、これ。攻撃、一攻撃であの回数使ってるわ。待って、敵の数えげつないんですか、急に。どうした？でも、こういう雑魚敵をやるんだったら全然。50回ぐらいバンバン使っていただいて。待って、非常によろしくない。回復間に合うか。あぶれ。なんだ今の、急に敵の数すごいことになったけど。待って、弓矢ずるくないそれ。あー、やらかしたー。地味に死ぬんだがこのゲーム。地味にあの敵大量にいたところ結構やばいだろう。